袴田岩尾さんは1966年、旧清水市で味噌会社専務一家4人が殺害された事件の犯人とされ死刑が確定しています10月に静岡地裁で最新やり直しの裁判が始まり袴田さんは無実を訴えています最新はこれまでに3回開かれていて前回の後半で検察側は死刑判決の決め手となった いわゆる5点の衣類について捜査機関の捏造を否定した上で改めて袴田さんの犯行着衣と主張しました弁護団らによりますと11日に開かれる第4回再審公判では弁護団側が5点の衣類について主張を展開しますその中で5点の衣類のうち捨てて粉やズボン そして衣類が入っていたとされる朝袋などを示す方針だということです御殿の衣類は事件から1年2ヶ月後に味噌タンクの中から見つかったものです衣類に付着した血液の色をめぐっては検察側は赤みは残ると主張する一方弁護側は赤みは消える衣類は捏造されたものと反論していて 最新の最大の争点となっています。